リオン師匠のこんにちは。はい、こんにちは。今日はですね、インクスの今後のプロダクトについての質問が来ております。うん、ちょっと質問を読ませていただきますね。はい、リオン師匠こんにちは。サビアを愛用させていただいております。現在インクスでさまざまなロットを開発中とのことですが。 こういったロットがこんな感じで開発が進んでいるなど、少しでも進捗があったら教えていただければと思います。うん、納期がはっきり言えないのは従々承知しておりますが、サビア・サビオの次回生産やミドゲーロット、スピニング・ベイトなど期待しかありません。うん、特にベイトロットはいろいろ見ているのですが、サビアが良すぎてなかなか次のロットに行けていません。どうかよろしくお願いいたします。という熱いメッセージをいただきました。あ,ありがたいですね。<laughs> もうすでにそのリークしちゃってるやつからじゃあお話し,しましょうかはいあのサービやサービオはすでにメーカー在庫もゼロですはい補修用の部品だけしかないですおかげさまでおかげさまでありがとうございますえー、っと本当にどっちのさも人気でねうんうん本当ありがたい限りですしまだいまだに 本当どれくらいだろうな、週1くらいサビア欲しいです、サビア欲しいですってメール来ます。お<ー> <laughs> なので、都度、まあ、進捗状況をそあのメールや電話で、ね、お伝えしているので、この場でも言っておきましょう。はい、うん、あのサビアもサビアも非常によくできたサおなんですけど、まだまだ細かいところはねいくらでもブラッシュアップできるんです。うん で、何もなくてもブラッシュアップさせようと思ってたんですけど。はいはいはい。IRCT というものできちゃった。ああ、そうですね。インクスのリールが。ねえ。ちょ、ちょっと持ってくるね。はい。はい。えー、この5月、4月5月に発売した IRCT。まあ、はい、IRCT はね、フィネス機ではないんですけど、 まあ、上手な人なら1グラムでも投げれますよと。<laughs> まあ、通常は3グラム以上からまあ14グラムぐらいまで投げてくださいっていうリールなんだけど、今までのその30ミリ、32ミリスプールで、なかなか5グラムを切ると投げにくかったよね、昔はね。うん。昔ったって、本当数年前までそうだったと思うの。はい。孤立のおかげで、3グラムぐらい、2とか3だったら、本当に振り切って投げれるから、 うん、な何を言いたいかというと、以前の,そのバスロットテイストのベイトロットでは、すごくバックラッシュをしてたのよ。だから、フィッシュマンロットに最初に僕が惚れ込んだのはそこだからね。なるほど。全然バスロットと違うでしょ、テイストが。うん、そうですね特に、うん、インテの7球、はい、あれを触ったときに、投げさせてもらったときにびっくりしたもんね。<laughs> うん。あれやっこんなに簡単に投げれるわ。あとすげえな、これ。最初驚きますよね。インテを触ったときに。いはい。それがね、IRCT みたいなものが出てくると、うん。サオを変えたくなるんだよ。テイスト。ああ。なるほど。うん。サビオをもう少し張り持たしてやろう。<laughs> うんうんうん。ちょっと細作りにして、全体でしならせて投げる。うん。 今、かなりティップ柔らかいじゃないそうですね、もうくるっと円をかけるぐらい曲がりますからね、うん。あそこまでの必要がなくなってきたら、もう少し舗装作りにして針を持たすことによって、リグの操作感って跳ね上がるよね。うんうん、パスピニングのパッツンロットまでいかなくても、その中間地点ぐらいまでにちょっとモディファイさせたら、うんうん、よくなるよね。 もっと。だから、その、リールのしん、リールが進化すれば、サウン進化するってことさ。そうですね。やっぱ、ナイやーカンヤで、<laughs> サビアとサビオって発売が2018年だったと思うんですけど、6年も経つと、リールの方の進化もね、すごくてってことですよね。ね <laughs> そ,うそういうところでね、手をつけれるようになったので、まあ、チューンドモデルというか、リニューアルというか、 ブラッシュアップさせ,るさせたい部分が出てきたので、まあ、そういうニュアンスで、えー、ニューサビアニューサビオを今テストしてるところで多分ね今月の終わりぐらいに、えー、セカンンドサンプルが上が上ってくるのよおおもうそんなところまで、うん、ファーストサンプルはもう散々地球さんとマッツン船長にテストしてもらって。うんうん いい点と修正すべき点と分かったので、それを伝えて、セカンドモデルはかなりのレベルになってるだろうなっていうのが、今月末に上がってくるの。お楽しみですね。楽しみ、楽しみ。まあ、ベースがもうしっかりしたサウじゃない、サビアなんて特に。そうですね。うん、あの完成形があるから、早いと思うよ、次は。<笑><笑> <laughs> だから、今月末に届いたやつを11、12でしっかり検証して、 うまくいけば、そこで量産型がもう g できるよね。うん、仮に12月で量産型を g したとしても、量産サンプルが上がるまでは本当の g じゃないからね。あそうですね、うんうん。いわゆるサードサンプルね。こんな量産モデルのサンプル、うん、コスメも全部やった。うん、そこでもそれがやっぱり4 3、4か月かかるので、それが来年の3月、4月だとして、 そこを起点に作ろうとしたら、そこから10ヶ月だと思ってもらったらいいよね。うん。えー、4月から10ヶ月経ったら14日再来年の春だね。<laughs> そうですね。順調にいって、もう、順調にってそれぐらいは。んうん。まあ、そんなもんだと思って。うん、はい。えー、その2本はそれぐらいで、あとね、み皆さんご懸念のミロゲーロットどうなってんだって話だよね。 そうですね結構もう長いですよね、緑ロットプロジェクトは。これはね、ちょっと工場との相性が悪くてさ、2点、3点してんだよ。3件目なんだよね。あそうですよね。で、そのサンプルがもうすぐ出来上がってくるのかなえー、ええー、え、うん。で、これはもうあの、松雲船長がかなり手入れてあの、ベースを作ってくれてるので。はい 皆さんね今ねロッドビルドはね僕よりね圧倒的に松井船長の方がもう見識は深いわもう経験値は長いわよーく知ってるわね僕はね竿のことはわかるんだけどあのー、部材のことがよくわかんねえんだ<ー>よくわかんねえっていうかあんまり興味なかったんだよ、うん、だからリールシートの名前言えって言われても覚えてないのがほとんどなんだった <laughs> デ <laughs> ジーノの DRCC ぐらいしか覚えてないぐらいだから <laughs> 普通の人が知ってるやつとも僕はあんまり気にしてないんで覚えてないぐらいまあその辺も含めて、あのー、仕上げ工程に持っていくまでのそのいろんなプロとの作り方っていうのはもう今やインクスライボのボスと言ってもいいくらいの存在にマッツン船長がなってきてるので彼の元で、えー、とりあえずサンプルをどんどん仕上げていってるんです。 でそれを実際にフィールドで使う僕とかね、えー、特にあの「ミロゲーの77は」はこれはあの監修者がいるのね広島の橋本悠介というで橋本悠介がこんなさん欲しいっていうイメージを松野船長の方にガッチンコで伝えてあるのでそのイメージ通り出来上がるのがいつになるのかなっていうちょっと怖さがある <laughs> まあでもだいぶあの進んできては いますよねあの相当進んだお、うん、前のねファクトリーがなかなかそこうまくいかなくてねあの納得いくようなものができなかったんでね僕もな88納得せずにユースケも77納得せずになのでちょっと皆さん待たしちゃってるんですけどまあさすがにね今回はねあの順当に進むと思いますじゃあいつかって言われるとサービオサビアの方が早いはず。 <laughs> うん、そこから起算すると、やっぱり半年遅れぐらいになる可能性があるね。うん、そうですね。再来年の夏とかね。<laughs> うん。わかんないでも、あの、松、松潤<松>船長とキューベもたまに話すんですけど、<ー>ちょこちょこ世の中に緑ゲーロットが出ているじゃないですか。うん。なので、ちょっと、や、その中でインクスが出すなら、 こんなもんじゃダメでしょっていう感じで、かなり気合を入れて練りに練っているので。あいつが、に気合入れさせたらやばいよ。<laughs> ことにやりよるからね、もう10万円くらいのサウンになっちゃうからねへ <laughs> きっとあの、<laughs> あの、松永船長はいろいろなこともよくわかってるんで、10万円にはならないように、あの、皆さんのね、お手元に届きやすい値段の中で、いいやつっていうのをやってくれてると思うんで、 何をどうしたらそのパーツ価格が下がるかとか、そのロットの問題とかね、うん、1000本作るのと200本しか作らないのじゃ、当然、パーツ1個当たりの単価が違うのね。<laughs> うん当たり前だから商売だから。そうですね。そういう意味じゃね、あの僕ら小規模メーカーっていうのは、本当そこ頑張らないと。うん、なんだけど、<laughs> うん、あのすごく彼はよく知ってるからね、そこはうまくいくと思います。 まあ、えっ、ー、と、サビオサビやミドゲースピニング2本に関しては、これぐらいしてください。えっ、ー、とね、実はミドゲーのベートロットがあって。はいはいはい、ありますね。これはね、もともとマッツンが自分のイメージの中にあって、なんだろうな、そのひな型をもう何年か前か,から作ってるやつがあって。はいはいはい。それをベースに進めてるからね、今回上がってきたサンプルめちゃくちゃいいのよ。はい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 。 なんかスピニング先出したいのに、ベータの方が先になっちゃうかもしれないっていうぐらい、<laughs> 元があったからっていうことですね。すごいよくできてる、うん、本当に。これ、僕なんかだとあの、瀬戸内の堤防生地ーに、めっちゃ使いやすいんじゃないかっていう感じの、うん、うん、ミドゲーロットとしてはあの。ミドゲーロットっていうより、ロックフィッシュロット、はハタロットがあるじゃん、世の中たくさん。ええええ。ええ ちょっと一昔前までは結構ごつかったよね。そうですね。はい。うん。でも最近、ね、あの、キジアタ、アコウ界隈で、えー、目立ってる人たち、メジャクラの大ちゃんだとか、あれ友達だけど、<laughs> <laughs> <laughs> なんかとか、ね、あと、元気マンさんですかそう。あの、四国の元気マンとか。 割とライトになってきてるよねみんな竿が、うん、意外に、うん、50ガンガン釣ってるのに割合ライトな目なんだよ竿がね、うん、なんこうテクニカルに使えるようなロットを使う方も増えてますよねそういう感じで、うんうん、あのねリグが軽くなったせいだと思う、うん、5g とかの進化でやってたりすること多いんだよね彼らも、うん、必然的にキジたくさん釣ろうってしたらそうなるのよ <laughs> うんうん、うん、なるほど昔はそうじゃなかったでしょ2分の1オスとかがメインだったりしたでしょああ <laughs> なるほど1 4ムがうんそれがもう平均が7とか10になってんだもんうんどうせ、ん、んかの使用が早いとこですら乗せて流すんだよボトムをこうおーなるほどうんところガン投げて手前へこうごとんゴ引きずってくるようなこうやりながらやる釣りじゃな流れのあるところで生地をたくさん釣る人はもう ボトトムドリフトさせてんだよねう圧倒的にその方が効率いいからね。っ、うん、考えた時にもう今までのロックフィッシュロットタロットとはねやっぱりテイスト変わっていくのは当然だと思うし、うん、やり込んでるい井大輝君だとかね、はあ、そこはよく分かってるよね。でやっぱりさすがトんだなと思うのは図らずもう今回上がってきたサンプルはその類のロットなのね。おー 結局、ユースケたちがその7グラム、10グラムくらいのジグヘッドでボ、えー、本流ボトムをこうリ,フリフトアンドフォールさせながら釣るゲームをミドルゲームって名付けたんだけど、結局、やってるとこ一緒なんだよね。ああ、そのエリアというか、地形というか。そうそう、リグであるとか、ウェイトであるとか、うん、そう考えても、うん、その方が圧倒的に釣りやすいよねっていうのが、うん、結果的に同じゴールに近い。 びっくりし、一緒じゃないんだけどね。うんうんうん。近いところに来てるなーっていう感じがね、僕、今のところしてる。ただ僕はその、彼らの各メーカーの差を触ったことないから分かんないね。聞いた話だ。うん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 。だけど方向性としてはやっぱりおかしなもんだよね。あの時代の流れで似たような考えになってくるもんなのよ。こういうもの、ねうんうん。楽しみですね。楽しみですね。うん。で、インクスはインクスの 間違いなくインクステイストっていうのがあるので、うん、目的地は似たようなものでもそれに対する道具はちょっとニュアンスが変わってくるっていうところを楽しんでもらえたらなと思います、はい。じゃあ最後にねもうさっきの質問で言うとどんなことをイメージしてんだって言われるよね。いいですで、はい、に手をつけてるものと全く手をつけなくて,なくて僕の頭の中に竹あるぞ。はい 九さんの頭の中にだけあるさを、それぞれあるんだでいずれ作んなきゃいけないんで、うんうんうん、例えば、えー、もうすぐ来月再来月にベスパーダが出ます、はい、ええー、フラッグシップモデルになるねインクスとしての、ああそうですね、はい、本格的なお値段もちょっと高くなります、うん、ちなみに今い ておくと7万後半になっちゃいます。どうしてもしょうがない。うんうんうん。それとも安い。うん。本来あのリールシートやあのメタルパーツ使ってあれだけ技量の職人さんに手かけてもらうと普通はもう9万10万の差になるのなんとか頑張ってあの税抜きで7万後半に抑えてんうん,うん、うん、だから税込みで8万ちょ8万半ばぐらいになっちゃうのかな。 なんだけど、まあ、フラッグシップモデルってそういうもんじゃないそうですね。いや、あれ作るとさ、ベイトの5ピース欲しくない <laughs> なるよね。<laughs> いや、まあ、欲しいですね。<笑><笑>うん。それはお、俺のビジョンだよね。欲しいと思ってる。うん、で,で、地球さんなんかはなんか、ちょっと違うの考えてるよね。マッツはマッツンで。 そうですね。なんか、久々に会ったりすると、なんか、不思議な、その、まだその、なんていうんだ、何も決まってないけど、こんなのどうみたいなプロとか突然あったりしますよね。<laughs> いやね、皆さんも聞いといてください。今まではね、僕だけが作ってた感じなの、おって。ところがね、プロスタッフがね、どんどん充実してきたもんだから、あのー、うわぁ、いいね、それ面白そうだねっていうね、いいアイディア、 となるほどと納得する、えー、サオのアイディアがね今インクスラブにね続々集まってるのよだから本当にもううちってサオメーカーでいいんじゃねえぐらいのねストックがもうチャビングロッドとかもねチ球さん欲しいって言ってるからね <laughs> ね確かにチャビングロッド欲しいよね いやあ,のあの手の釣りってやっていくとやっぱ欲しくなっちゃうんですよね。欲しくなるよ、ね。うんうん、あと俺ノベザー欲しいなとか思ったりね。<laughs> あのウベザーも欲しいですよね。<laughs> うーん。まああとはね、やっぱりあの自分が好きなものを作るのも僕たちの楽しみでもあるけど、皆さんが欲しがるものもやっぱりビジネスなんで作らなきゃいけない。えー、たくさん買ってもらわないといけないんで、どんどん。 こんなん欲しいっていうご意見もね。えー、あ、そうですね。<laughs> うん。今日話したような、ね、緑とか、そのチャビングとか、まあいろいろあると思うんですけど、こんなのが欲しいとか、あったらぜひ。そういうご意見をたくさんいただくと、あこんな差を欲しがってる人がこんなたくさんいるんだとなれば、それは新たな市場なので、あの頑張って作りますから。<laughs> <laughs> いただけるわ,のわけなんでね。 ということで、こんなところでどうでしょう。はい、あと、ちょっともう一個あったなと思い出したんですけど、うん、あのサビアのオフショアモデルもあります、ね、あ、プロフォーンドね。はい、サビアがめちゃくちゃ平らだとかスロージギングとか、えー、イカメタルにすごくいいっていうのは、もうお客さんからたくさん聞いてるので、えーのー、グリップが長いやつ。で、有効レングスはサビアのまま。うん うんえー、67サビア。はいで、こっちを長くしたから、67じゃなくて、72か73あるのね。はははいはい、はいで、ガイドは、はい、あのスパイラルなんですよね、うん。で、トータルの長さが7フィート2インチぐらいなんだけど、有効レングスはサビアのままだってのをまず頭に入れてください、皆さん。はいで、ガイド数が3個ぐらい増えてる。うううんうん、うんでえー バーチカルに釣る釣るなんで、そんなにキャストをしない釣りだから、あの、ガイド系をワンサイズずつ落として、あの、リグの感じ度をめちゃくちゃ上げてやるうん。あとこうスパイラルさせて。というモデルがもう出来上がって、あとは量産、いつゴーにするのかって話なんだけど、正直悩んでんだよ。<laughs> お<ー>どんだけ欲しい人がいるんだろうって。 なかなか難しいですね。ということで、あのー、近々、年内にね、あのー、フィッシュイン公式のラインは,いはいはい、メンバーズクラブです、ねうん。メンバーズクラブの方で、あのー、こんなサ,サビオで完璧なオフィションモデルがあったら、欲しいです、買いますっていうアンケートをね、あのー、お願いしますので。えー あの日焼かし半分の方は、んだけど <laughs> あの、本当欲しいと思う方はね、ぜひぜひアンケートの方に答えてください。それが申し訳ないけど、一定量にならないとね、なかなか作りにくいよっていう,うなるほど、うん。工場によるんだよね。うん、そうですよね。福島か,、うん、か,からね、受けてくれるか分かんない、うんあの。視聴者の皆さん、あのインクスの LINE メンバーズクラブは、 こういったあの、ちょっと限定商品になるかもみたいなもののその事前のアンケートとか、あと、もちろんその先行予約とかもやってたりするんで、まだ入ってないという方いたらぜひ入っておくとい、いことがあるかもしれないので、よろしくお願いします,すさ。そうなんです。だから言っとかなくちゃいけない。僕の中構想ではサビアのプロフォンドは、あの、ウェブ限定モデルに、としか思ってないです。 ああフィッシュインの限定モデルですね。限定モデル。うん、とあと、ごく一部のフレンドリーショップさんみたいな友達のお店があるから、そこぐらいとかね、そんなレベルでしか多分作らないと思うので、うんうん、真面目に欲しい方は、あの頑張ってください。<laughs> あそうです。じゃあ、真面目に欲しい方こそ、あのメンバーズクラブに入っとかないとっていうことですよね。はい。じゃあ、メンバーズクラブの,の概要欄の方へあの QR なりや。 あ、こ QR 貼れないのか。はい、まあ、あの UR L で、うん、URL で、こちらからっていうのは貼れると思うので。まだ入ってないよという方はね、うん、ぜひ、あの、読んでみてください、中を。お願いします。はい。じゃあ、えっ、ー、と、本日は、インクスロット系のこれからということで、レオン師匠、ありがとうございました。はい。あの、先ほどもお話ししたんですけど、皆さん、こんなロットが欲しいよとか、なんかアイディアとか、ご意見、 ご要望がありましたら、ぜひコメント欄までお願いします。お願いします。あと、ぜひチャンネル登録と、この動画へのグッドボタン、あと、インクスの LINE メンバーズクラブへの登録もよろしくお願いします。じゃあ、ありました。今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあまたね。